はいどうも、マナマンです。今回はオンラインチャレンジカップ、新しいやつですね、やっていきたいと思います。データパックの 1.0 で新しくリアルフェイスが追加された選手が当たるガチャかな。50人ぐらいだったかな、ガチャとしては。人数的にはあんまり能力高い選手はいなかったような気がするんだけど、まあ、とりあえずオンラインチャレンジカップで報酬もらっときましょう。まあ、勝てば1試合だけなんで、今回は、まあ、前回は4試合で再チャレンジする羽目になったからね。これなら負けてもまたすぐ立て、ちょっと待って、早っ、ベイルか。あんま見てなかったな。あれ、今日のゲームは世界でも熱い注目を集めてますよね。こういった強豪同士はやはり人気がありますからね。さっきスタジアムの外もものすごい盛り上がりですからね。怖いな、パススピードが。能力高い選手がスローインをカット、これは読んでいました。読んでた、読まれてた。うっそ、抜けてくる、やばい、ナイキー、危ない。いやー、ナイスキーパー、本能で止めた。スーパーセーブやろう今のは。危ねえ、中やったぜ。ど真ん中空いてる。今週もお世話になります。マジか。おや、ジコレ、いやー無理か。ベイル、ベイルのスピード速えわ。キーパー、オッケー、よく止めた。おや、うまい、ネイマール、オッケー、吸い付いてる、ボールが吸い付いておる。あの人の形やな、今の。多分あそこでルーレットするパターンを。外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか？そうですね、見事に相手のバックスを放浪しましたよね。これは普段絶対当てないところにバイタルができましたからね。苦しも良かったですけど、さらにこういうチャンスを確実に決める正確さが。オッケー、クローズやったかな、この場面。多分プローで使ってるよね。走らせても、スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。こっち、これは際どかったですね。そうですね、ディフェンダーとのイブラヒモビッチ、ユナイテッド、さすがうちのエース。そう、背番号を変えるとか言っときながらまだ変えてないな。いやー無理か。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染み付いてるんでしょうね。これはワールドクラスのゴールですよね。やばい、オフサイドやろ。ないのかよ、ないのかよ。ナイキ、ナイキ、キーパー当たってる、キーパー当たってるな。今1点取った後またさらに追加点、1回目では狙いとしては最高ですよね。オッケー、オンラインチャレンジカップだとハットトリックする。4点目か、これダブルタッチ。はぁ、はぁ、ベイル怖えわ。ナイスゲー、もうキーパーがやばい。いやー助かってるわ。イブラヒモビッチ、今日3点目。いやー無理か。さあ、ウィーユナイテッド、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。まあ1点取った後またさらに追加点。うわ弱え、イスコのミドル弱えんだけど。
ます。奪い返します。誰か行こう、誰か行こう、プレス行こう。オッケーオッケー、サイド空いてる。よし、よくよく見てた。イブラヒモビッチ、ここもしっかりディフェンスしました。敵にパスしたらあかん。中抜かれたわんねんけど。いやー、さすがに無理やわ、さすがにこれ無理やわ。どんだけキーパーが当たっててもあれは止めねえわ。さすがに。プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。あ、そうですね。潰された。シュートの位置も最高でしたよね。相手のバックスはその前にもう対応遅れてましたからね。結果的には出てはいけないエリアにバイタルができてしまいましたからね。しかしこういうチャンスを落ち着いて決めるあたりが素晴らしいですよね。いける。イブラヒモビッチ、ループの選択肢もあったけど、まあ、あれが一番ベストやなと思った。さらにさらに点差を離していきます。取れんな。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いやいやいや、もうこのクラスの選手になると動き出すタイミングやボールを受けるイメージ、キーパーがこれ弾いちゃうよね。これがワールドクラスのゴールですよね。決まるか。この点差だとまだ分かんねえな。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。うまい、完璧。イスコのスルーパス完璧だわ。どこまで点差を広げるんでしょうか。やーべー、一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。おっし、オッケー。そうですね、出し手と受け手の一卒、積極的に仕掛ける姿勢、よしよしよし。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。圧倒して前半を終えます。ウィーユナイテッド調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのように感じますか。いや、前半から予想以上の点差がつきましたね。ミスった。監督も驚いてるんじゃないでしょうかね。切ったよ。前半で大きく差が開いた両チーム、もうです、もうです。おまけやな。流れが完全にこっちに来てる感じがするんだけど。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよ。オッケーオッケー。追加点、ウィーユナイテッド。いや、こんなに点数取るのは久しぶりじゃねえか。ウィーユナイテッド、今日は止まりません。これは鮮やかなシュートが決まりましたね。そうですね、今みたいなボールの軌道は得意な形ですよね。そうですね、ここからこういう風にシュートを打ったら入るっていう自信感。オッケー。いやー、追加点、ウィーユナイテッド。いやー、毎回こんな試合ができれば楽なんだけど、ウィーユナイテッド全く手を緩めません。そういうわけにもいかんかな。あ、ミスター、最後はキーパーとの勝負シーン。こういうミスなくしたい。いや、しっかりこういう状況で決められる決定力の高さは素晴らしいですよね。まだあるよ。1対1はキーパーの他にプレッシャーとの勝負でもありますからね。瞬時に相手の動きを見て、そこじゃないな。冷静さが不可欠なんですよね。難しいゴールですよね、これはね。嘘だ。オッケーオッケー。イブラヒモビッチ、これがなんと今日5点目。まあ、1点取った後さすがに抜いていくは無理だ。サイド。ラテを使います。マジか。ディアン。ここで受ける。オッケー。味方を走らせる。イブラヒモビッチ。抜いた。いやー、さすがに無理か。ディアン。それ絶好調でも無理だ。ここまでご覧になっていかがですか。ウィーユナイテッドとしては無理に行く必要はないんですよね、うん、しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどね。真ん中、ガラ空き、抜けた勝負のシーン、ナイスキー。いやー、止めたけど。決めた。サンキューみたいな。クローゼ、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。取られんな、イブラ。キーパーファンブルを視野に入れたポジションに対してのボールですね。キープ力半端ないね。
あ、取られた。半端ないとか言っときながら取られるっていうね。あかん。危なー。よく勝てたな今ベイルに対して。いやー無理か。ジョスコーダね。いやーちょっとパスミスひどいな。ふわっとしたボール、ここは読んでいました。ペレイラ、モーゼス。サイドでもいいけど中野が面白いか。イスコはもうスタミナがないから無理だわ。だいたい60分ぐらいだよねイスコだと。裏へのスルーパス。イスコ。ネイマール、味方を走らせる。チャンス。オッケー。イスコ。決まった追加点。10点は初めてじゃないか。10点飛んの。リーユナイテッド容赦ない一発。北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。そうですね。出し手のイメージ通りにここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し。二段選手使うか。まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも実はコンマ何秒の世界で飛び出すタイミングを図ってますからね。相手のバックスよりも早く反応してしまったらそれはオフサイドになりますからね。この駆け引きこそが最高に難しいですから、見事なゴールですよね。バートシュューバー、ロペス、スペースへ出す。いいボール入りますよ。いやトラップしとくよかったな。これは相手に当たってしまいましたがコーナーキックへとなります。あ、当たった。この試合初めてのコーナーキック。トラップ際、長いボール縦へ、オフサイドかい。いやオフサイドになりましたけどもね、ちょっとダイレクトパスは見事でしたね。あそこでもうボールすぐアーリークロス上げるんが、ボールコット楽しい。そうやけど、ネイマール、ロペス。いやーちょっと待って、カバーリングいいね。縦にボールを送ります。裏に味方を走らせる。落として、出るか。いやー、イランフェイントイランフェイントした。ボールを繋いでいきます。このボールをカットします。ドサントス、トップ下の起用は珍しい。あれまずか。これは華麗なスルーパスからのゴール。タイミング素晴らしかったですね。タイミングバッチリでしたよね。いやクロスは止めれんわな。クロスボールに頭で反応。いいシュートでしたね。セラズ落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。あら、レアル一矢報います。ドスサントス、流れを止めます。あ、これは要注意ですね。これは来た。いや、さすがに無理か。キーパー前へ繰り出します。ここはカットします。さあ前線へ。早いよ、ボルコット早いよ。抜けてくる。 OK。 嘘だ、今のトラップできんだろもう何なんだ今の。今のあのパススピードをトラップしたのすごいけど。ディフェンスの寄せにあっていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。ボディバウンスですね。11対5って。ミーユナイテッド見事大差で勝利を得ました。さあ北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。
まあとりあえず優勝してガチャ引きますか。クリア報酬で。何が出るかな。獲得選手候補で選手が見れるんですけど、まあ、80代は21人黒が結構な割合じゃない。まあ、この中で使えそうな選手、ラサンディアラか。どうなん、特殊のスキルなし、スキルなしやけど能力は高いよみたいな。ファンデルハルトもスタミナがないからな、トップ下。まあ、イスコの顔代わりみたいな感じかも。まあいいや、とりあえず引きます。ボールは3つしかないんだけど、黒がお願いしますって言ったら早いわ、止まるのが。誰かな、パトリック・エルマン。スピードが速そうなんだけどめっちゃスピード速い。そしてスピードがないんでしょ。スピードじゃない、スタミナ。あ、スタミナ80もある。ちょっと予想外にいい選手を引いたんちゃうか。これ金にしては当たりじゃねえこれ。あ、トップ下で金か。よし。では、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。